報酬上乗せしてほしいもんだぜ。最小首を上げた者には褒美は思いのままだぞ。工場兵器で城壁を越えるのだ。取り付く敵を排除せよ。おいおい、ずいぶんでかい剣だな。あんな長いもん振り回す気か。若いやつは見え張りたがるから。バカ、ぶっ殺されっぞ。この調子でぶった切っていくか。俺も負けてらんないな。命の張り所よ。がっぽり稼ぐぜ。早い者勝ちだな。できぬぞ。
だ。敵はひるんだぞ。残らず殲滅せよ。これでは近づけん。あの投石機を破壊するのだ。報酬上乗せしてほしいもんだぜ。まだ負けたわけではない。他の者がやってくれたようだな。全軍城内へ突入せよ。お先に。まずいぞって、あの三十人斬りの熊を素手で倒したという。どうした、頭を叩き割られた奴から前出ろ。あいつがうちの稼ぎ頭か。勝負はここからぞ。この格子抜けどもが金玉が縮み上がっておるわ。何をしておる。奴を討ち取って名を上げか。いくらだ。俺は傭兵だぜ。あんたと違って名誉じゃ飯食えねえんだ。よかろう。見事奴を討ち取った暁には金貨10枚、いや7枚だぞ。せこい野郎。小僧、後悔するぞ。喧嘩ならないでその頭を叩き落とされるんだからな。貴様のような鉄の青い若造が戦場に立つとは、そちらは相当の兵員不足と見える。アズーサが押されてると。クソ、逃げ気になりよって。へえ、すごい奴がいるもんだな。ねえ、あんたとどっちが強いかな。くだらないことを聞くな。グイフィスの方が強いに決まってるだろ。
誠に感服の至りこのバズーソお2ヶ月分と今回の報奨金だなあ考え直す気はないのか給料は3倍私分に取り立ててもいいと言ってるんだぞあちらさんは俺たち傭兵にしてみりゃ夢みてえな話じゃねえか夢食えんのかそいつはま、待て地位も金も保証すると言ってるんだぞ何の不満があるんだ嫌いなんだよ窮屈なのはお、うん、次